お、今週はバッチリだったな。何でも頑張ると気持ちいいよね。お、なんか声の質が上がった気がする。なんかグッてきた今。 A さんデート行きましょう。ウィー。ごめんなさい。お、服装が違う。あ、秋か。よかった。じゃあ行こうぜ。今日はどうするの？そうね。あ、山行きたいな。山行こうかな。山行きたいな。噴水に効果がいっぱい落ちる。願い事が叶うようにお待ちだね。俺たちも一緒に投げてみようか。いや、上だな。そうだね、きっと。おい、おい。今日は本当にありがとう。わー、楽しかった。女の子にこんなこと言われたら惚れるわ。惚れてまうやろーってなるわ。お、そろそろいけるんじゃないか。そろそろいけると思うぞ。かおりちゃんがいいな。かおりちゃんダメなんか。か、あ、あ、あ、押しなかった。あ、そ、ミスった。あ、そ、あ、ミスった。あ、かおりちゃん無理なんか。かおりちゃん無理なんか。やえか、かおりか、かおりさん。しかもときめき度状態か。あ、じゃあまだ無理やった。危な、危ね、危ね、危ね。で、やえさんとデート。危なかった。今完全にかおりって言おうと思ったわ。で、今回は山に来てまーす。いや、山ちょっと見たかったな。いい天気でよかったね、やえさん。曇ったとき、曇ったときはどうしようかと思ったよ。うん、そうだね。本当にハイキングに最適。さ、時間がもったいないから早速行こう。あ、秋の匂いがした。やべ、全く同じ考えをしてしまったな。秋の匂いって言ったら焼き芋だろ。あのドンキーホーテとか行ったらさ、あの焼き芋のいい香りがするんだよな。うん、俺焼き芋あんま好きじゃないというね。いや、まあ嫌いじゃないし、普通になんか蒸して食べようぜって言われたら、あ、食うわってなるけど、こう自分から買って食おうとは思わんのよね。あー、銀杏か。銀杏臭いよ。銀杏臭いよ。風に乗ってきたんだ。あー、いいね。これが一番いいね。一番かっこいいな。風に乗ってきたんだね。そう、もうすぐ冬になるぞっていうちょっと寂しげな気配を匂いに感じるの。そんなこと言って俺っても恥ずかしくてびっくりするよ。今日は本当にありがとう。実際の俺なら、え、秋の香りって焼き芋の香りみたいな感じで言うもんね。風に乗ってきたんだぜみたいな感じ。絶対言わんわ、絶対言わんわ。はい、と文化祭に来てます。もちろん八重さん。どうした。よし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 。でね、どれやったかな。なんかね、こいつゲームは嫌いっぽいよな。多分嫌いやと思う。なんかパッと見なんかあれよね、なんか音楽とか好きそう。演劇、あー、どうしようかなこれ。めっちゃ困るな。茶道部、なんかね、1年目なんか選んだんですけど、茶道部はダメだったやイメージが強い。うん、確かね。でね、どれかね、一つだけ良かったんですよね。もうそれを忘れちゃったんだよな。あ、でもゲームは好きじゃないと思うから、運動系が好きよな。演奏楽部か演劇部、どっちだ。演劇、いや、演奏楽部にしよう。めっちゃ迷ったな。今年の演奏は何かな。クラシックらしいよ。そう、あー、まあクラシックはね、あのね、誰が聞いてもね、いいって思っちゃうから、うん、間違いねえ。生で聞くと迫力ある。おお、やった。うん、本当だね。もっと聞きたいね。私は、あ、別に、え、ちょっとうるさいから。俺クラシック聞いたら眠くなるんやけど、気持ちいいってなる。マジかー。うるさいんか。じゃあ佐藤部のが良かったんかな。こんなもんだよね。くそーくそーくそー。八重さん難しいな。よし、デートに行こう。八重さん、俺とデートに行くよ。
カラオケも嫌いか。じゃあ俺カラオケはねちょっと大きめにね歌うんだけどね、それでも声ちっちゃい方やけどな。思ったほど嫌いじゃないかも。嫌いじゃない、マジで。もっと歌えば好きになるよ、いいストレス解消になるでしょ。ストレスが溜まった、いやー一番下。そういうも、あー普通普通、今日はありがとう。動画内で一番やっちゃいけないのは普通やん。お前普通だなって言われるツッコミが一番きついもんな。ごめんなさい。待ってないですよ。次どこだっけ。あーそうそうそう、ハルマゲドンやった。ハルマゲドンな、マルマゲドンじゃないよ、ハルマゲドン、マルハゲドン、マルハゲドンやったマルハゲドンやった。いやー春巻きの良かったけどね。うわーこれだ、またねこれうるさいとか言われそうやかな、どうしようかな。いや俺ねこれめっちゃ好きなんだよ。俺、いや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 、俺はね、俺はやっぱ女の子に合わせるんじゃなくてやっぱ自分に合わせたい。最高だったね。そこまでは思わないけど、派手なだけだったね。ちょっと疲れたな。アニメでも見ようかな、そしたらもう。はいじゃあ、冬服、冬服ちょっとダサいな。今回は動物園に来てます。今日はいい、そうだね、動物園日和ってやつかな。うん、みんな寝てばっかり。百獣の王、なんかそれわかる気がするわ、めっちゃわかる。なんか餌やってもさ別に何もはんねん、コロンコロンって言っても今眠いんだよ来んなよみたいなさ顔するじゃん。あいつら狩りをする必要がないから仕方ないよ。いかにも猫かって感じがする感じじゃ情けない。いやむしろ可愛いと思うけどね。いやそれでも十分威厳はあると思うよ。猫かあーどうかな。待てよ、これは俺の考えじゃなくて女の子がどう思うかを考えよう。よし、情けない、情けない、はい。そうかな、それでも威厳があるし私猫好きだし。そんな言い方好きじゃない。俺も猫好きなんだよ。そっか猫好きやったの忘れとった、完全に忘れとった。ちょっと疲れたの。あーもう最悪だ、もう最悪だ。はい、というところで正月です。来るか、お前じゃない、来るか。お来た、おめっちゃ可愛い、めっちゃプリティーやめっちゃプリティーや、いいね。で来るのか、来ない。ときめき度まあマックスになってないぞ。まああんだけ ね変な選択肢ばっかりしたらやばいよな。初詣、初詣行こうぜ。よし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 、オッケー。うんって言ったね、うんって。いいね、起きた。あー、服装それか、服装それか。あーいや今やってたとこやけど、服装もうちょっとなんとかしてくれないかな。服装ちょっとあれしたかったかな。うーん、恋愛。あ、ついでに主人公今めっちゃ頭悪いけど恋愛です、ね、おみこじ。もう気を引き締める、女のケツばっかり追いまくるよねこの主人公は。大田吉、どうだった。まあこんな感じ。八重さんはどうだったの。吉だった。お吉か、控えめで八重さんらしいね。私、うん、あうんうんうん、そんな真剣に考えないで。冗談だよ冗談、冗談嫌いそうだな。人混みあんまり気になる。お本当よかった、ずっとそばで守る。そんな、おいいね。あ、俺も身長高かったらな。よいしょ、今回は水族館に来てます。なぜ背中向き。水族館って何度来てもワクワクするんだ。そうなんだ。いやしかしめっちゃ断られるなーデート。未だに断られるのもときめきのマックスにはなってるんだけど、あの内部的にね。あんなでペンギンが賢いからできるんじゃない。ご褒美の餌で釣って仕込むんだろうね。ペンギンを褒めよう。もしそうだとしても、まあこんなもんだな普通だな。お、来たー。あ、八重さん今年は同じクラスだね、うん、やったー。てか八重があれだな、うん
だって話したり機会する増えるじゃない。やったぜ、ね、八重さんが多分あれだな、3年までいたの初めてやな。多分ずーっと転校させよったよ。お来た、びっくりした、びっくりした、マジで。もう来ないかと思った、びっくりした。あ、本当にびっくりした、もうびっくりした、びっくりしたよマジで。はい、八重さんどうした の、 急なんだけど、明日予定なかったら中央公園に。うん、喜んで。よかった。じゃあ中央公園前で待ち合わせでいいかな。うん、あぶねえ、びっくりした、マジで本当にびっくりした。まあこれ4月8にデートを別のやつとこう予約してしまった場合、次のイベントが来ないけど来た、やったー、びっくりした、マジ来んかと思ったわ。変なイベントが途中でパッて来やがって。八重さんお待たせ。今日は無理に誘ってごめんなさい。どうしても話したいことがある。ああ、やっと八重さんの過去がわかるのか。話したいこと？八重さん？桜が綺麗ね。そうだね。あ、八重さん？この木、花が咲いてない。そう、私みたい。そんな、どうして？だって私ね、本当は留年してるんだ。な、だと、年上だと。八重さん、私1年別の学校に通ってたの。一生懸命バレエをやってたの。だからバレエを覗いていたのか。ある日、部室から部費が消えて、みんな知ってた、ある先輩がやったって。でもそれで部がなくなるのは嫌だった。そう、私がやったって言った。それでうまくいくって思ったの。定額なんか平気だと思ってた。定額が解けた後、私とバレエをしてくれる人は誰もいなくなってた。バカだな、濡れ衣なんて意味ないよこの人生の中。だから私はこの桜の木と同じ、花も咲かない、ただ迷惑な。それは違うよ。この木だって花は咲くさ、それが人より少し遅いだけだよ。でもたとえ咲いても。遅く咲いたっていいんだよ。焦って早く咲いたところで色も香りもないったら意味がないさ。八重さんは八重さんのペースで咲けばいいんだよ。ありがとう。私決心がついた。バレー部に入る。うん、今日はありがとう。私、勝負はこれからだよ八重さん。うん、そう。じゃあ帰ろうか、送っていくよ。うん、年上でいいんだよな、年上でいいんだよな。しかもそうだよね、しかもね、そうね、もうね、まあ俺みたいな感じやね、もうね。あ、俺みたいな感じとはないか。それはないな。うん、自分のせいにはしたくないしな。わー、いいね。あ、でも年上でいいんだよな、これ。年上か。まあ、年上でもいいか。年上でも全然問題ないわ。あ、いいね。やっぱバレーやっとったんだよな。これもしバレー部入ってなかったらどうなってたんだろう。うわ、すげえね。これ、もしさっきのイベントがなければ、まあ、学校では会えるし、普通に喋りかけられるんだけど、デートは誘っても絶対に断られて、当然クリアも絶対ないし、
音楽は明るいまんまだけど顔は暗いまんまみたいな。うーわーすごいね、手芸手芸あのこういう過去があったんか。まあなんかちょっとおかしいなとは思ったけど、いやけどな、やっぱ自分のせいにはしちゃいけんな。やっぱり、みんな団結してな、あもうこいつがやりましたってね、ちゃんと言うべきだったよね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。